日本不動機風鈴1妹たちが来た時弥生はちょうど一人だった夫の三右衛門はまだお城から下がらないし与一郎も稽古所から帰っていなかった二人を自分の部屋へ導いた弥生は縫いかけたものを片付け 縁側に面した障子を開けた。妹たちがきっと庭を見るだろうと思ったので、けれども妹たちは何やらウキウキしていて、姉の心遣いなどまるで目にいらぬ様子だった。今日はお姉さまにゴム本をおすすめしに参りました。そう言いながら部屋へ入ってきた小松は、 そのままつかつかと西側の小窓のそばへ行き、明かり障子を開けて、そらわたく私の勝ちですよ、と後ろから来る鶴に振り返った。この通り、風鈴はちゃんとここにかかってございます。まあ、本当ね、呆れたこと。鶴は中の姉のせいかぶさるようにした。 私もう、遠うにないものとばかり思ってました。それでは何もかも元のままですのね。何を感心しておいでなの弥生は二人の席を設けながら聞いた。その風鈴がどうかしたんですか鶴さんと駆けをしたんですの。風鈴がまだここに釣ってあるかどうかって。 おかげでわたくし、あおがいのくしを一枚損いたしました。悔しいこと。つるはつと手を伸ばし、ひさしにつってある青銅のこがな風鈴を外して、そのまま窓がまちに腰をかけた。小松は妹の手からすぐにその風鈴を取り上げ、なんのつもりもなく両手でもてあそびながら、 ここへ来る途中からの続きらしい妹との会話を続けた。そうなのよ。何もかも昔通りなの。このお部屋にあるタンスもお兄弟も、お机もお布箱もお日よけも、昔のままの場所にきちんと据えられて一寸も動かされない。そういう感じなんです。 絶対お姉さまはそういうご性分なのね。それともう一つそう思うのだけれども、このお家には色彩というものが少ないのよ。武家だからという以上に、私たちの髪形にしろ、衣装にしろ、お部屋のちょう度にしろ、みんな地味なもの、くすんだものばかりで、娘らしい華やかさ、 目を楽しませるような彩りはまるでなかったのですもの。それはつまり若さがなかったことなのよ。小松は風鈴をリリリリッと鳴らしながらそう言った。私がそう気づいたのは、桃木へとついであちらの儀米たちの日常を見てからだけれど、世間の娘たちが どういう暮らしぶりをしているかということを知って、驚くことが少なくありませんでしたよ。それは、ももきさまとこの家ではおふちが違いますもの。ねえ、お姉様。そうではないの。小松は打ち消すように遮った。わたくし、贅沢や華奢を言うのではないのよ。 一生のうち娘時代というもの、その年頃だけに許される若さを言うんです。そしてこれはなかなか大切なことなんです。なぜかというと、桃木へ貸してからの生活で、お部屋の飾り方とか、お道具の整えようとか、また義妹たちの衣装や髪飾りの世話をするのに随分戸惑いをすることがありました。 そしてこれは私たちが娘時代の若さというものを味わわずにしまったからだと思い当たることが多かったのですから。ああ、それであなたは今その若さを取り返していらっしゃるのね。鶴はからかい気味に笑いながら言った。お暮らしぶりが大層お派手だとご評判でございますわ。そんな、 人のことを言ってよろしいの秋沢様のご家族こそ派手な評判では引けを取らないはずなのに、私みんな知っていてよ。弥生は茶の支度をしながら妹たちの情絶を聞いていた。はじめは微笑していたが、次第にその微笑がこわばり、唇の歪んでくるのが自分でもよくわかった。 そして、それ以上は黙って聞いているのに耐えられなくなり、二人の間へさりげなく言葉を差し挟んだ。一体ご用というのは何二人とも肝心な話を先におっしゃいな。ああ、そのことね。小松は持っていた風鈴を、そばにある洋団子の上に乗せ、姉のそばへ来て座りながら言った。 それはねえ、お姉様、ま。お城でもう五日すると、徴用のご祝儀がございましょう。それが済んだら、私たち三人で、土地能の,の遺伝へ保養に行きたいと思いますの。そのお誘いに上がったのですけれど。土地能へ保養に私がこれまでのご恩返しに、ちいねえ様と私とでご招待よ。 鶴はずかずかと言った。何にもご心配なさらないで。お姉さまはお体だけいらしてくださればいいの。ねえ、たまにはゴムホンも遊ばせよ。ダメですよ。何をのんきなことをおっしゃるのあなたたちは。弥生はできるだけ調子を和らげながら答えた。考えてごらんなさいな。 私が家を開けてあをどうするの旦那様にお水事をしていただけとでも言うんですかそれは私の家から火火をお貸ししますわ。気箸の利くよく働く火火がいますの。それを留守の間こちらへおこしますから。ねえ、お姉様、ま。それならよろしいでしょう鶴はそう言って、 甘えるようにすり寄った。二。やよいは妹たちに茶をすすめておいて、一度片付けた縫い物を膝の上に取り上げた。その様子でどうしてもダメだと察した鶴はすっかり落胆して、もう時刻だからとそこそこに帰っていった。小松は、 もう少し邪魔をすると言って残った。その口ぶりでまだ何か話そうとしているなと思い、弥生は抑えられるように心が重くなった。小松はしばらく姉の手元を見守っていたが、ふと詠嘆するような調子でこう言い出した。そうやってお姉さまが、 これまで縫っていらした針の跡をつないでみたら、一体どれほどの長さになることかしら。日よけに火も耐えて、木枯らしの吹き荒れる夜半や、じっとしていても汗の滲むような夏の昼下がりにも、お姉まはそうやって、私や鶴さんのものを縫ってくだすったのね。そして今ではお兄様や、 よいちろうさんのものをそうしてぬっていらっしゃる。そればかりではないわ。お洗濯やお水事にどれだけの水をお使いになったでしょう。かまどや日よけでどれだけの薪や炭をおたきになったかしら。そしてこれからもどれほどの薪や炭をおたきになることでしょう。そうしてお姉さまは、 やがて小さなおばあさまになっておしまいなさるのね。小松はそう言いながら、避難するようにかぶりを振った。お姉さま、こんなにして一生を終わっていいのでしょうかいつまでも果てしのない縫いはりや、お水事や、わずらわしい家事に追われ通して、これで生きがいがあるのでしょうか 弥生は、ヌー手を休めて、びっくりしたように妹の顔を見た。妹の方には血が上っていた。三人の中で、一番気量よしと言われた、少し剣のある顔立ちが、感情の高ぶっているために美しくさえ、僧の目には、何やら溢れるような光がたたえられていた。 生活をお買いにならなければ、小松は湿ったような声で続けた。下男や下避にできることは下男や下避におさせなさるがよろしいわ。そしてお姉様ご自身、もっと生きがいのある生活をなさらなくては、もっと喜びのある充実した生きようをなさらなくてはね、そうお思いになりませんか あなたはこの課題の家で、下男や下費が使えると思いますかそれはお兄様のお考え一つですわ。小松は遠慮を捨てた口ぶりで言った。前から桃木がご推挙している奉行役所へお代わりになれば、そしてお兄様ほどご聖金なさるなら、 歌詞の二人や三人、大きな猿くらいのご出頭は、そう難しいことではないと思います。桃木ももきも、それは間違いないと申しておりますし、秋沢様でも、後ろ盾になろうとおっしゃっておいでですわ。お姉様、ま、道はすぐ前に開けていますのよ。手を伸ばしておつかみになればいいのですわ。 それはそうかもしれないけれど、弥生はためらい気味な言い訳をするような調子でこう言った。課題は今のお役が性に合っているからとお断り申したのでしょう。それに女の口からお役目のことなど言えはしませんからね。そういうお姉様のお考えも、 今のお役が小に合っているというお兄様のお考えも、沈んだように動きのないこの家の生活から来るのではないでしょうか。小松は片手で部屋の中をぐるっと撫でるような仕草をした。こういうお暮らしぶりからまずお帰りになるのよ、お姉様、ま。時々はお部屋の模様を変えてごらんなさいまし。 お花を生けるとか、お道具の位置を移すとか、ふすまを張り替えるとか、お姉様もたまにはお召し物を違えたり、お化粧をなすったりしなければ、そうすれば家の中も生き生きとなるし、自然気持ちも動いてきますわ。お姉様のお考えもお兄様も、ええ、きっともう少しは出世のお欲が出てくると思います。 こういう言葉を恥ずかしめでないと否定するためには、姉妹の近しさとか、親しいいたわりという感情につかまらなくてはならなかった。小松が帰って行った後、縫い物を膝の上に置いたまま、弥生はやや久しい間、猛然と時を過ごした。 開けてある障子の向こうに狭い庭が見える午後のもう傾きかけた日差しの中にすすきの穂が銀色に浮き出ている萩のたおやかな枝も盛りの花でそのあたり一面雪を散らしたようだ庭とは名ばかりの狭い何の結構もないものだがすすきが穂立ち 萩の咲くこの季節だけは美しくなる。秋の風情が溢れるようで、いつまで眺めても飽きることがない。妹たちもこの家にいる自分は、佐賀の写しなどと言って自慢の一つにしていた。さっき二人が入ってきたとき障子を開けたのは、彼女たちが前のように喜びの声を上げてくれると思ったからだ。 しかし二人とも見向きもしなかった。たとえ見たにしてもあの頃のような喜びは感じなかったに違いない。のどかな秋の日差しの中のすすきや萩の節枝を見てわびしい思いを楽しむような気持ちはもう妹たちにはなくなっているのだ。弥生はそう思いながら やるせないほど孤独な寂しさに襲われるのだった「どうしたのだ?」突然後ろでそういう声がした「具合でも悪いのか?」「ああ」と弥生は身震いをしながら振り返った夫の三右衛門がそこに立っていた「おかえり遊ばせ」「弥生は うろたえて赤くなった。つい考え事をしておりまして。しどろもどろに言いながら、今の方へ行く夫の後を追った。三。あくる日、部屋の掃除をしているとき、洋箪笥の上に風鈴のあるのを見つけた。妹たちがひさしから外して、 そこへ置き忘れたのである。弥生は手に取ってしばらく見ていたが、やがてそれをタンスの小引き出しの中へしまい、気抜けのした人のようにそこへ座って一人死んと考え込んでしまった。その時から弥生は物を思う日が多くなり、過ぎ去った二十九年という年月を、 いくたびも思い返した父が世を去った時弥生は15小松は11鶴は9歳だったそれより数年前に母も亡くなっていたので何もかもいっぺんに弥生の肩へかかってきた火星のことや2人の妹の世話は言うまでもない受けの習いで 後継ぎがなければ加盟が耐えるから、同じ家中で松田弥平というものの次男を養子に決めた。もちろん酒月だけで祝言を挙げたのは三年後のことだったが、こういう身の上の変化を受け止めるには、弥生の年はまだあまりに若すぎた。母方のおじが後ろ身になってくれたけれど、 弥生はできる限り一人でやってゆく覚悟をし、自分は今から大人になるのだ。そう自分に誓って、ともかく課題の家を背負って立ったのだった。生活は苦しかった。淵は十石余りだったが、まだ相続者が役についていないので、実際に下がるものは約その半分に過ぎない。 もともと切り詰めた経済でようやくしのいできた状態だったから、衣類やちょうどは無論、日用のものもすべて不足がちだった。<laughs> 一切れの塩魚を買うにも、いや、味噌や醤油を買うにさえ、金袋の中を何度も数え直さなければならないような生活。それを弥生は、 十五歳の知恵で切り回していったのである。夫を迎えてからも暮らしは依然として楽にならなかった。三右衛門はあまり口を聞かない温厚な人で、家内へ婿に入る少し前から勘定所へ勤めていた。それで淵も十五国余りに加放されたが、役目が上納係といって、 農民と直接に交渉を持つ部署であり、所管の合孫を見回ることが多いので、自然こまごました出費がかさむため、家計はむしろ苦しくなったくらいである。こうした日常の中で何より心を痛めたのは妹たちのことだった。二親のない貧しい生活で卑屈になったり、 陰気な性質になったりしないように、できるだけ明るくのびのびと育てたい。世間へ出て笑われないほどには、読み書きや作法も身につけてやりたい。若い弥生にとっては、その一つ一つが困難な、どっちかというと無理なことであった。しかしそれを困難だとか、 無理だなどと考えることは許されなかった。どんなにつらくともそれを克服してゆかなくてはならなかったのである。小松は18歳の時、望まれて桃木家へ貸した。桃木は250国の寄り合い組であるが、夫の幸江はすでに容人格で、春菜という評判の高い人物だった。 器量で望まれたのと身分が違うのが不安だったけれども、頭の里い小松はよく今夏の風になれ、案外なくらい良縁として収まった。それから三年経って鶴も結婚した。これは桃木の売尺で、相手は秋沢嗣之助といい、古生組の定石で三百石の家柄だった。 こうして二人の妹を恵まれた結婚生活に送り出したとき、弥生は自分の努力の無駄でなかったことを知り、それだけでも十分に報われたように思った。無経験な若い自分の思案と乏しい家計で、ともかくもここまでこぎつけることができた。亡き父や母も、 多分満足してくださるだろう。そして妹たちも、いつかは姉の苦労がどのようなものだったかということを知って、感謝してくれる時があるに違いない。そう信じてきたのであった。妹たちは少しずつ性質が変わっていった。環境が違ったのだから不思議はないのだろうが、 家代の家へ来るたびに、この家の貧しさをいとう様子が強くなり、このような貧しい実家を持つことを恥じるような口ぶりさえ見せるようになった。弥生はそれを怒ってはならないと思った。妹たちがそういう考え方をするのは、現在の生活が豊かに恵まれている証拠である。 この家の明け暮れを懐かしがるようでは、それこそ不幸せなのだ。そう思って穏やかに聞き流していた。けれど妹たちには、そういう姉の態度がかえって物足りないようだった。義兄の三右衛門が、いつまでも勘定所勤めなどをしていては、今家との親類付き合いにも肩身が狭い。 もっと覇気を出すように進めたらどうかそんなことも言い出したそしてつい先頃には小松の夫の桃木幸恵から奉行所へ推挙するから役買いをする気はないかという相談があった続いて鶴の今回からも同じような話を持ってきたが三右衛門は現在のお役には慣れてもいるし 自分の性にも合うから、と言って両方とも断ってしまった。これらのことを思い返すたびに、弥生は自分の腰方がとろであり、これから先もとろであるような気がし始めた。鶴と一緒に来た日、小松は、自分たちには娘時代というものがなかった、という意味のことを口にした。 やよいにとって、これほど痛い、悲しい言葉はない。妹たちも、いつかは自分の苦労を知って、感謝してくれるときがあるだろう。そう信じていたのに、全く反対な非難を浴びせられたに等しい。やよいは怒りを抑えるために身が震えた。それでは自分のしてきたことは無意味だったのか。 あれだけの努力は妹たちにとって何の価値でもなかったのか。そしてお姉様は、歳をとってやがて小さなおばあさまになってしまうのね。小松はそう言った。ああ、と弥生は今うめくようにため息をつく。こうして苦しい日を送り、 苦しい日を迎えて自分の一生が経ってしまう。本当にこれでいいのだろうか。これで生きがいがあるのだろうか。そう思っては暗い絶望的な気持ちに襲われるのだった。四。すすきのほは悲しくほうけ、萩の花は散りつくした。 朝な夕名は広くいてて、水仕事をした後手指の赤く腫れる季節となった。弥生はその頃からうちの中の道具をあれこれと少しずつ動かしてみた。箪笥を脇の方へ移したり、兄弟と机等を置き換えたり、常には使わないついたて屏風を出してみたり、ちょっと地層のある時は、 客膳を用いたりした。そうすると確かにうちの中が新しく見え、気持ちも動くように思える。まるでよその家へ行ったようですね。九歳になる与一郎はそんなことを言って、珍しそうに部屋の中を見て回ったりした。それから弥生はしばしば着物や帯を取り替えてきた。 ずいぶん思い切ってごく薄く化粧もし始めた。そういうことに遠ざかって久しかったから皮膚もなずまないし、なかなか手順がうまくいかなかった。幾度やり直しても気に入らず、しまいには拭き取ってしまうことも多かったが、おしろいや紅や紅油などのにおやかな香りに包まれていると、 何やら若い間、ウキウキするような気持ちになり、思わず時の経つのを忘れることもあった。三右門は格別何も言わなかった。弥生が今日は美しく化粧ができたと思ったとき、一度だけ微笑しながらつくづくと見てくれた。いいなあ化粧というものは、 男が衣服袴を正すのと同じで気持ちをシャンとさせるものだそうだ。これからもそのくらいの化粧はする方がいいだろう。その時弥生は恥ずかしいほど満たされた気持ちで夫の前を立ってくるとしばらく鏡を覗いていた。しかしこれらのことは長くは続かなかった。道具のありどころも たびたび変えるわけにはいかないし、変えてみても、いつもそう新しい気持ちにはなれない。つましい経済では、お城や紅はかなり贅沢につくし、時間の惜しいときの方が多いので、自然手軽に済ませておくようになる。タンスも兄弟も机も、いつかしら元の場所に収められるのを見て、三右衛門は、 何やらほっとした口ぶりでこう言った。部屋の模様替えも気分が変わっていいが、やっぱり道具にはそれぞれ末所があるものだな。私にはこの方が落ち着いてよい。目先の変わるのはその時だけのことだし、なんとなくざわざわしていけない。 少しは住み心地もおよろしかろうと思ったものですから。過剰茶飯は平凡なほど良いものだ。あまりそんなことに頭を疲らせないがいい。心見たことは詰まるところ何物ももたらしてはくれなかった。冷える朝のクリアで水を使いながら、またひょうひょうと風の渡る夜半。 こえれる指先を温め温め縫い物をしながら、弥生は再び生きがいということを思い始めた。これが自分の生活なのだろうか。こうして自分の生涯は立っていってしまうのだ。同じ着物を縫ったり解いたりしながら、物見うさんもせず、微味に開くことなく、 ひたすら夫に仕え、子を育て、その月その年の乏しい家計をいかに繰り回すかということで身も心も疲らせて、やがて虚しく追いしぼんでしまう。これでいいのだろうか。弥生はぞっとするような気持ちでそうつぶやく。こういう支派手のない困難の克服に、 何かか意味があるだろうかもっと本当に生きがいのある生活が他にあるのではないかしらそして窓わしのようにいつか小松の言った言葉が頭に浮かんでくるのだったこれまでに縫い繕いをしてきた針の跡をつないだらどれほどの長さになるだろうおそそらくそれは 想像を絶する長さに違いない。しかもそこからは何物も残らなかった。炊事や洗濯に使い捨てた水。かまどや火よけで炊いた薪や炭。それらの量も多分驚くべき傘に違いない。そしてこれまたそこからは何一つとして残るものはないのだ。 しかもそういう苦労をしのいで育てた妹たちから避難の声を聞くとすれば、一体何のための苦労かと疑いたくなるのは無理もあるまい。弥生は初めて本当に突き詰めて考え抜かなければならぬことに行き当たったと思った。あらゆる人間がその問題について考えるとき、 必ずそう思うように「このごろんだか沈んでいるようではないか」「夫があるよ」そう問いかけた「体の具合でも悪いのではないか」「はあさようなことはございません」そう言おうとしたがにわかに感情が高ぶって口が聞けず そのまま黙って目を伏せた。どこか具合が悪いのか。三右衛門はいぶかしげにこちらを見た。もしそうなら無理をしてはいけない。医者に見せるとか薬を飲むとかしなければ。別に体が悪いわけではございませんけれど、何ですか気分が思うございまして。 わけもなしに気分の重いということもなかろう。一度医者に見てもらったらどうだ。はい。弥生はふと顔を上げた。いっそ夫にすべてを話してみようか。夫には夫の意見があるだろうし、それを聞けば、あるいはこの悩みも解けるかもしれない。話すならこの機会だ。 そう思って口まで出かかったが、やっぱり言葉には出せなかった。夫は男である。こういう女の苦しみは、話しても分かってくれないであろう。悲しくそう諦めて、さりげなくその場を取り繕って済ませてしまった。五。下月に入ると、 北国の野山はもう雪に覆われる。昼のうち日が照って、昨日の雪が消えたと思うと、明くる朝はまたちらちらと粉雪になり、暮れ方には五寸も積もる。そういうことを繰り返すうちに、やがて三四日も降り続いて、寝雪となる日が来るのだ。 その年は珍しく寝行きが遅く、月の半ばを過ぎてもまだ土の見えるところが多かった。まるで季節が帰りでもしたような、ある晴れた暖かい日の午後、小松が火火に包み物を持たせて、下方ぶりに訪ねてきた。あの時やめた土地の上、ようやく行って参りました。小松は、 健康に満ち溢れるような顔に、いたずらめいた笑いを見せながらそう言った。やっぱり鶴さんと誘い合わせましてね。もう雪でしたけれど、帰って客が少なくてようございました。山鳥を飽きるほど食べましてね。そして、のびのびと解放された4日間の楽しかったこと。 美しい谷川に望んだ宿の眺め。気ままに浸る温泉の心よい余温に包まれる寝心地など、絵に描いて見せるように巧みに話し続けた。でも、鶴さんにはびっくりさせられました。夕下には与田人もお酒をあがるのですものね。いつも秋沢様のお相手をするので癖になったのですって。 あなたも上がったんですかほんのお正判くらいでしたけれど、小松はもう一度いたずらめいた笑い方をした。でもなんだかひめ事のようで楽しいものですのね。お姉様もこの次にはぜひいらっしゃらなければ。悪い方たちね。そう言いながら、 もし自分にもそんなことができたらどんなに楽しかろう疲れた心や体がどんなに休まるだろうと思いそれが不可能だと分かりきっているだけに弥生の気持ちは耐えられぬほどの寂しさに落ち込むのだった今日は時刻を限られていますから小松は間もなく座り直し 火火に持たせてきた包みを引き寄せた。山鳥を持って参りましたの。お小遣いが少のうございましたから、ほんの形だけのお土産よ。そう言って包みを時にかかった。その時、門口に人の訪れる声がした。出て行ってみると、勘定奉行の岡田昌平という老人だった。 おいでか。といつものうわの調子で聞いた。夫は非番でうちにいる日だったが、昼食をするとすぐ川の方を歩いてくると言って、よいちろうを連れて出かけた後だった。それではまもなく帰るな。老人はちょっと考える様子だったが、やっぱり待たせてもらおうか。 そう言って気軽に奥へ通った。部屋へ戻ると小松は帰り自宅をしていた。お客様はどなたお役所の岡田様よ。そう答えながら弥生は茶の用意をした。小松は岡田と聞いてああという表情をした。やっぱりいらしたわね。 やっぱりって、あなた何か知っておいでなのあの話ですわ、きっと。小松はそっと声を潜めた。いつかのお役替えのこと。お兄様はお腰が重いから、先日ももきが直に岡田様に会ってご相談したのですって。きっとそれでいらしたに違いありませんわ。ねえ、お姉様。 今度こそお兄様に一奮発していただくのね。そして課題の運の開けるようにしなければね。小松を送り出した後茶を運んで行くと、岡田老人は火よけ手をかざしながら一冊の写本を開いて見ていた。そこの机の上から取ったのだろう。妙法寺記という大戦で、 半年ほど前に夫がごぼ大寺から借りてきて筆者しているものだった。夫の写した方の台船には小という字がついている。多分原本から何か消録しているのであろう。写し終えて閉じたものがもう六冊余りもあるはずだ。老人は何か勘に耐えぬ様子で、 しきりに髪をくっては、ぶつぶつ独り言をつぶやいていた。ほどなく三右衛門が与一郎を連れて帰ってきた。弥生が茶を入れ替えに行くと、二人はその写本のことを話していた。さようです。夫はそこへ、筆者した書冊を取り出しながら説明した。 はじめ五書庫の中で分類本調年代記というものを拝見しまして、飢饉の上のあまりに多いことから思いつき、それに類する書物を探しまして、詳しい年表を作ってみようと始めたものでございます。何しろふと思いつきましたことで、準備も何もなし、また私一人の力では、 そう手広く参考書を集めることもできませんので、まず下調べ程度のものが作れたらと考えております。しかし、そこもとの多忙な体で、どうしてこんな難しいことを始める気になったのだ。それはこの表に一例を書いてみましたが、三右衛門はそう言って別の書冊を開いた。 このように年次表に書き上げますと、基金の来る年におよそ周期があるのです。この表はもちろん不完全極まるものですが、強作があって1年目に基金の続くことが最も多く、次には5年ないし6年目に来る例が非常に多い。この年次表がもっと完成して周期の波がはっきりわかるとすれば、 藩の能性の上にかなり役立つだろうと思うのですが、確かに、岡田翔兵衛は大きくうなずいた。そうすれば、米韓風水による原因も分かって、工作法の工夫もあろうし、また公共に対する予備もできるだろう。だがそれは独力では無理だ。 ぜひ、勘定役所の仕事にしなければ。それから老人は、役所の者が皆、こういう点にまで注意するようになってほしいこと。それが政治を取る者の良心であることなどを熱心に述べるのだった。六。その話が済むと五になった。 岡田老人と三右衛門は良い五敵で、しばしば招かれて行くし、老人の方からも時々打ちに来る。格別珍しいことではないのだが、その日は小松に囁かれたことがあるので、弥生はなんとなく落ち着かず、ともすると二人の話し声に耳を引きつけられた。五は日暮れに及んだ。 夕下には小松が土産に持ってきた山鳥を裂いて出したそれからまた午が始まり与一郎を寝かせてから寒さしのぎにくず湯を作っていった時も二人はさも楽しそうに石の音をさせていた小松は思い過ごしたのだお役替えというような話ならこんなに長く 子など打っていらっしゃるはずはない。そう思うと弥生は何やら裏切られたような寂しい気持ちになり、安闘を引き寄せながらひっそりと縫い物を続けた。どのくらい経ってからであろう。石の音が止んで静かな話し声が続くのに気づき、ふとそちらへ注意すると、 奉行所という老人の言葉が聞こえた。弥生は思わず針を置き、少し膝をにじらせながら耳をすました。たとえ桃木殿、秋沢殿が後ろ盾にならずとも、奉行所でそこもとほどの裁判を生かせば、少なくとも現在のような恵まれないことはない。老人は、 平らに砕けた調子でそう言って「自分の預かっている役所についてこんなことを申す法はないだろうが勘定所勤めでは先も知れているしことに底本の仕事は木骨ばかり折れて報われることの少ない全く縁の下の力持ちだ」「わしも役買いをする方が良いと思うがな それも考えてはみたのですが、やっぱり私には今の役目が身に合っていると思いますので。だが、それで本当に満足していられるかな機会はまたというわけにはゆかぬものだ。後で悔やむようなことはないかなそこで、ぷつりと話し声が途絶えた。 新寒とさえた宵いのしじまを縫って、ひさしを打つ雨の音がひっそりと聞こえる。ああ、降り出した。弥生がそう思ったとき、三右衛門の静かに口を切るのが聞こえてきた。役所の事務というものは、どこに限らず、たやすく連達できるものではございません。勘定書の、 ことにごがか係は、その年々の年具割りを決める重要な役目で、常々農民と親しく接し、その後、その村の実際の事情をよく知っていなければならぬ。これには年数と経験が絶対に必要です。単に法教を見分けるだけでも、私は八年かかりました。 そして現在では私を置いて他にこの役目を任すことのできるものはおりません。それとも誰か私に変わるべき人物がございましょうか。正直に申して変わるべきものはない。今度の話がどうして始まったか、推挙してくれる人の気持ちがどこにあるか、私にはよくわかっています。 三右衛門はこう続けた。その人たちには私が冴えない役を務め、いつまでも貧困でいることが気の毒に見えるのです。なるほど人間は豊かに住み、暖かく着、美味を食べて暮らす方が良い。確かにその方が貧窮であるより望ましいことです。なぜ望ましいかというと、 貧しい生活をしている者は、とかく風気でさえあれば、生きる甲斐があるように思いやすい。うまいものを食い、物見うさんをし、みぎれい気ままに暮らすことが、細い卒食で休む暇なく働くより、意義があるように考えやすい。だから貧しいよりは、富んだ方が望ましいことは確かです。 しかしそれでは思うように出世をし、風紀と安穏が得られたら、それで何か意義があり満足することができるでしょうか。弥生は身震いをした。米紙のあたりが白くなり、緊張のあまり顔つきがこわばった。日差しを打つ雨の音は闇もせず高くもならなかったが、 気温はぐんぐん冷えて、膝や手足の指は凍えるように思えた。おそらくそれだけで、意義や満足を感じることはできないでしょう。人間の欲望には限度がありません。風紀と安穏が得られれば、さらに次のものが欲しくなるからです。夫の声は、 低いうちにも力がこもってきた大切なのは身分の高下や貧富の差ではない人間と生まれてきて生きたことが自分にとって無駄ではなかった世の中のためにも少しは役立ち意義があったそう自覚して死ぬことができるかどうかが問題だと思います人間は いつかは必ず死にます。いかなる牽制も富も人間を死から救うことはできません。私にしても明日にも死ぬかもしれないのです。その時、奉行所へ変わったことに満足するでしょうか。百国、二百国に出世し、断位奉食したことに満足して死ねるでしょうか。否 私は感情書にとどまります。そして死ぬ時には少なくとも惜しまれる人間になるだけの仕事をしていきたいと思います。膝を固くし、神戸を垂れていた弥生は見えるほど体が震えるのを抑えることができなかった。感動というよりは残機に似た鋭い思考が胸に突き上げ、 それが彼女を二つに引き裂くかと思えた。生きがいとは何ぞや。長いこと頭を絞めていたその悩みが、今三右衛門の言葉によって一筋の光を与えられた。それは紛れもなく、暗夜の光とも例えたいものだった。貧しい生活をしていると、風紀でさえあれば、 生きがいがあると思いやすい。夫は今そう言った。自分が思いまどったのも、突き詰めれば妹たちの暮らしぶりを見、その非難を聞いて自分の生活よりは意義があり、充実しているように考えたからだ。なんという浅はかな、無反省なことだったろう。 縫い張りや炊事や、夫に仕え、子を育てる半咲な家事をするかしないかが問題ではない。肝心なのは、そのことの一つ一つが役立つものであったかどうかだ。女と生まれ、妻となるからは、その家にとり、夫や子たちにとって、かけがえのないほど大切なもの。 病気をしたり死ぬことを恐れられ、この上もなく嘆かれ悲しまれるもの。それ以上の生きがいはないであろう。しかしそれでは自分はこの家にとって果たしてかけがえのないものであるかどうか。どうしてもなくてはならぬものだろうか。弥生にはしっかりと思うだけの 自信も勇気もなかった。そうだ。彼女は静かに表を上げた。少なくとも夫や子供にとってかけがえのないものにならなくては。そうつぶやくと何かしら身内に力が湧いてくるようだった。弥生は立ち上がり、タンスの小引き出しの中から 青銅の風鈴を取り出した。秋の頃、妹たちが外していったのを、どうしても釣り直す気になれなかったものである。あの時から気持ちが揺らぎ出したのだ。そしてこの数十日、随分思いまどったことは無駄ではなかった。こうして今こそ生きる道を確かめたのだから、 そう思いながら、弥生は小窓を開けた。外はいつの間にか、粉雪になっていた。まあ、とうとう。うかを受けて、ひひと舞い狂う雪の美しさに、弥生は思わず声を上げながら、手を伸ばして風鈴をつった。あるかなきかの風に、 久しく聞かなかった丁鎮頓の澄んだ音が響き出すとその音を縫って三右衛門の子を呼ぶ声が聞こえた「弥生おかえりだぞ」。